黒岩康氏は、株価アナリスト。投資顧問会社、株式会社、黒岩アセットマネジメントの代表取締役。1992年慶を義塾、大学経済学部卒業後、山市証券、フィスコ、マーケットバンクを経て、2009年3月に独立して、株式会社、黒岩アセットマネジメントを設立し、代表取締役に就任する。窓、壁。 軸理論を提唱し、株取引に関するコラム、記事を執筆する。短期のトレンドフォロワーである。相場の上昇局面では、楽観的に買い煽り、下落局面では徹底して売り煽る記事を書く傾向が見られる。リーマンショックの際には、株券はすべて紙くずになるとして徹底した売りを煽った。一貫して、アメリカ経済は破綻すると主張している。予想実績は、 2014年5月23日の時点では勝率59%パフォーマンス 302.8%2015 年9月12日の時点では勝率36%パフォーマンス -163.6% と幅がある。マーケットバンク所属時代は黒岩の相場感が会社のものとは違ったため黒岩のコラムの末尾には 黒岩安氏個人の見解であり、マーケットバンクの見解ではありませんという注意書きが入れられていた。日々の株価の推移の中に生じた取引のなかった価格帯を指す。相場の強弱を示す指標としての面と、株価の上昇、下落の原因としての面がある。黒岩の株価分析の根幹となる理論。株価の上昇、下落が弱まる価格帯、またはその原因を指す。 例えば、日経平均の上昇は18,300円で頭打ちとなった。この付近に壁が存在していると思われる。などといったように使われる。結果的に移動平均線の傾きとほぼ同じものを指すであろう概念。もっとも実際に具体的な数値として表されたことはない。マド理論では、日経平均は上昇すると思われたが大幅に下落した。 軸が下向きだったためと思われるといった具合に使われることが多い。ありがとうございます。